ルトン、スケルトン来なかった。スケルトン、いや、これがね、やっぱね、あれなんだよ。あ、待て、撃つよ、撃つよ、撃つ。どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ということで皆さんプロリーグ見てますでしょうか。クラロワリーグアジアですげえ大盛況。あ、気づいた？これちょっと単焦点レンズにしてみました。最近流行りの、僕の中で流行ってるんですよ、メンタル的にね。これいいでしょ、背景ボケが。ただちょっとなんかこう距離がすごい遠いんですよ、カメラの。まあまあそれはいいとして、クラロワのプロリーグでさ、はい、こちらのデッキ、ドドン、ケンツさんが前3立て、いつの話だよね。1週間くらい前の話になっちゃうんだけど、ケンツさんがこれで3立てしたわけで、かつ、もう全世界で流行ってんの。クラロワ TV か。クラロワ TV、先生、言いたかったんですね。クラロワ TV でもかなり載ってるし、これね、もともと、デトネーションゲーミングの、ハネハネ選手が作ったらしいんですよね。かなり昔。まぁ、ちょっと昔に。それが、プロリーグで流行る前もクラロワ TV とかで流行ってて、世界のトップで流行ってたらしいの。ハネハネさんすごいよね。逆に、ロイジャイキョスケとかあの人使っちゃうじゃん。ね。そこでだ！あ、そこでですよ。この、もう自称スパーキーのプロ。いや、あのね、プロ選手の方が2億倍うまいんですけど、もう自称スパーキーのね、もうプロフェッショナルが、まあ、いるわけですよと、YouTube には、はい、いますよと、テーペロ。ということで、今日はですね、マルチ行きたいと思うんですけど、今はね、5423で、ちょっとため撮りしてるのがバレるけど、あと20日間と14時間あるんですよ。多分この動画多分水曜日に出るんですけど、今火曜日の朝の2時に撮ってます。朝の2時に撮ってます朝の2時。で、今日ね、これもマルチで行っちゃおうかなと。結構トロ高い、高尾さん。あー、ボケてる、いつ別に今傷顔じゃないからね。今その、早くピンボケ直しての顔ね。それでは、行きたいと思います。ポチンキ！実際、正直言っていいですか？正直ね、僕このデッキね、苦手です。こう結構なんか僕、枯渇スパーキーじゃないですか。これさ、何も枯渇させないのよ。もうさ、もはやスパーキー出したら負けみたいなとこあるでしょ。なんか、なんだろうな。ない、そういう風潮ない。待て、お前帰ってくんのかよ、お前ら。お前ら嘘でしょ。これ、ザップ使われたらジエンドなんだけど。はい、使わないと。ナイスナイス。まあ、そう、だからスパーキーはマジで受けでしか使わないじゃん。なんかその、万能なんだよね。多分このデッキね、ラバとかにもちょっと相性良かったりするんだよ。ハンターと、メガゴ入っちゃってるから、結構強い、痛いよ痛い時こう、あ、待て、ね、なんで、うまいって、なんで、なんで、なんで、いろいろなんで。この人さ、エルビズ11なんだよね。11って結構レベル差感じるんですけど、まあまあ、レベル差も実力のうちという、その傲慢スタイルでいきます。最悪でしょ、それ。そんな先輩いたら嫌だよね。はぁ、なんかそのさ、あ、いや、レベル差とかさ、年齢とか実力のうちだからとか言われたら、なんかムカつくじゃん。いや、年齢とか塗り返せねえし、みたいな。あー、なるほどね。これはね、これ、おい、あー、待って、いや、いらねえや。まあまあ、ギリいいんじゃね。え、ワンチャン、ガツン入って、ワンチャンガツン。あー、ワチャガツ。ワチャガツ入るといいんだよね。その、プリン、ダークプリさ、結構ワンチャン入る確率あるでしょ。それで言うとね。ちょっとこれ。スパーキー出せないんだよね。もう守りでしか。結構、よろし、なんかこう、適当に出せないというか。なるほど。これ、嫌じゃね。お、どっち行くの？オッケー。うわ、すげえやだ、すげえやだ。何今の端前ミニペ。よし、残り1分にもうすぐ突入するところで仕掛けていきます。これで、エルビズもなんだかんだで、ダクブリとかで処理したいんだよね。そう。あ、そういえば最近僕、広島行って、ねえ！もう広島行った話しないよ、もう。別にいいんだけど。いや、しかもマジ、エオブン使ってこないし。その広島行ってきた時にですね、まだマジいろんな人に会えまして、僕嬉しかったですねっていう、それだけの多分話なんですけど。打て、うわ、つらいわ。打ったー。もう野球だよね。もうクラロワって野球なんだよ、実は。もうクラロワ実況しててさ、いや、僕さ、ゲー、まだやばない、左やばない、嘘でしょ嘘でしょ
ちょっとね、これは嘘と信じたかった、これは嘘と信じたい人生だったみたいな、わかんないけど、そういうちょっとだけど、よろしく。待って、これまずいぞ。今スケルトンにおられた系 YouTuber 急遽です。どうもスケルトン、いた、何それ、嫌がらせすんのこの人。嫌がらせじゃないんで、分かってる、僕も分かってるよ。これね、ハンティングして、ハンティングロイヤルで、ちょっと生き残らさせて。いやね、ここはね、エルビスでガシーンとかされるんだよね、マジ。うわー、まあ、ちょっとこの人性格悪いんじゃない。いやー、もう痛い痛い。ドッパイトゥテテテイエイエイエイ。最近僕は洋楽聴くのにハマってんのよ。よし、オッケー。あー痛い。この人削りが好きなんだね。こういう人いるよね、たまに。削りが好き。はい、じゃあ僕も削りますと。じゃあ僕も甘んじず。さあどうだ、これが大人の10コンボやー。バカにしたいよ、ほんと。僕は村井さんも大好きなんで、なんなら2週間後もね、ちょっとあの飲みにね、行かせていただきますからね。あのまあまあ別にどこで飲むとか別に言わないように言おうとしちゃったよ。なんかもう友達と話してるみたいになっちゃって、やばいやばいやばいね、やばい。急遽ちょっと感覚が麻痺してきて、あれ強いんじゃない。おお、びっくりした。いつの話？いつの話してんのこの人。だってこれ見て、左見て、4150ってなってんだよ。どういうこと？スーパーレアトレードチケットありがとうございます。どういうこと？どういう状況？待って、どういう状況？いや分かったけど、分かった。宝箱を引かしてくれるのはありがたいんだけどね。これでワンちゃんそのゴブ折りとかさ、なんでゴブ折り出ねえじゃん。なんでゴブ折り出ねえの。アースクエイクもレアだからね。あ、回収してなかったな俺が。これ回収した方がいいよね、間違いなく。ちょっとしていい？あ、しなくていい、しなくていいか。だってしちゃったら、あ、した方がいいんだよね。だってあのリーグがリセットされる前までにまたリセット、あのこの報酬自体もリセットされちゃうんで、4000以上は。ちょっとこれいいね、ポチン。これさ、ラバにも強いっていうのは結構いけてんだよね。よろしくお願いいたします。要はそのドズルさんと戦う時ってさ、そのゴレじゃん、あの人ゴレかラバじゃん、得意デッキは。だからその時に結構ワンチャン当てられるっていうのが強いよね。これいいな、急遽ハマったかもしんない。なんかちょっと一見さ重いからさ、ちょっと戦いにくいかなとか思ったけど、全然そんなことないね。おい待って、これ強ない強ない強くない強くない、ほらやばいやばい。待って、これちょっとエリア取ってない、エリア取ってるくさいね。ここでなんか出して、なんか出して、なるほどね。こう一回また、まあペッカは僕言われるんですよ、キューグーさん、ゴブジャエスパとペッカどっちが相性いいんですかって言われますけど、僕は、ペッカにロケットが入ってなかったら僕マジスパーキーの相性いいと思ってるんですよ、勝手に。どうなんですか、違うんですか、違うんですか、奥さん聞かせてくださいよ、教えてくださいよ。ドゥンドゥンドゥン、バシンバシン打って、バシン打って、バフン打って、バフーン、やばい、これやばない、これこまるつらいつらい。なんでだろうな。てかさ、僕嬉しかったのが、ちょっとあのまた広島の話していい？ごめんなさいね、興味ないけど、あの広島でさ、間に合ってねえ、ま、広島でさ、なんかその要は広島に僕が行くことってあんまないじゃないですか、ドズキオが行くことってあんまないじゃないですか、言ったら。その時にやっぱ広島の人ってやっぱこう東京でオフ会とかイベントがあるっつってもやっぱ来れない人が多いんですよ、距離的にも。だからこういることが珍しく思ってくれるらしいんですよね、僕みたいなもんが。その時にマジで声が震えてくれてたんですよ、なんか、あ、待って、待って、なんかマジいつも見てますみたいな、もうこう、なんならその声がちょっと出てないみたいな、それがね嬉しかったっすね。なんかそのマジ嬉しかった、なんかそういう状態に慣れてること、僕が。ありがとうございます。いやもうなんかそこがマジで嬉しかったっすよ、なんかそこがなんかお金じゃ手に入んないものランキング1位っすよね、それで言うと、よし。いやーなんか結果どうするかですよね、今忘れてたのに、広島の話してたからちょっと忘れてたもんね。でもちょっと攻めのライドラで、このライドラのスタンプマジでキヨキヨ、あのキヨキヨスタンプオブザイヤー受賞だから、マジこれマジでいいスタンプ、これ作った人は神、あの作った人はね反省するべきだね。あのね、スタンプをねこう欲しくなっちゃう、みんながいいことか、それいいことだ、それはそれいいことだから。あーやばい、あーまあまあまあ、ギリみたいな、
言うてい、クラッシュロワイヤル。これベッカでしょ、どうせまた違うし、まあいいんじゃない、逆線ワンチャン来る、いやさすがにないか、もうワンチャン僕ライトニングありますよと、ライトニングありますけど何かみたいな状態にまで持ってって、あ、これ美味しいんだよな。でも今日さ、大学でさ、聞いてよ、大学でさ、ちょっと大学の話いいやん、ちょっと待てよ、言うの、いや、写真言うののチャージダメージ、チャージダメージつらいな、結構か、これ逆さに攻めろよ、これかなり攻めだよ、俺的には。ガチ打ちでるのか、うわつらみつらみつらみ、圧倒的つらみ選手権、あで済まないんだな、これが残念ながら、あ終わったね、終わった終わってね、終わったガツンガイリガイリ、もう映ってないしね、もうカメラにね。もうカメラの画角めっちゃ狭いのよ。わかるわかる、みんなさ、今、YouTube 見てるでしょ、今ご飯食べながら YouTube 見てるでしょ、こうやってみて、こうやってみて、手、1、2、3、4つ分くらいしか入んないの。今、つば飛んだ。ここしか映んないの。やばいでしょ、これパントマイムできるできないよ、こう。俺、アームどっか行っちゃうよっていう状況だから。これね、画質がいいんだけど、その、もうパントマイムやったらもう俺すぐいなくなる、綱引きとかできないよ、こうやってできないレベルに、いいんだけどちょっとデメリットがあるんだよね、メリットデメリット、ちょっとラスト行きたいと思います、ポジン、うん、それはあるね、マジで。だからそこがまあいいところもあり悪いところもあるっていうカメラですよね。そう、でも画質はいいからいいけど、そのめちゃめちゃなんかファイルが重いとかはないんで結構気に入って、何ホグ違う、26ホグ、俺もう26ホグ嫌だ言っていいですか、26ホグ嫌なんですけど、でも実は相性いいんですよ、誰も気づいてないけど相性いいんですよ。うわマジ26じゃん、うわ26大賞受賞、あなた、あーはいはいはい、もう嫌だ、そのスパーキーうまいこれね、これいきます、ダックプリいきます、もう神が行けと今叫びました。それでもなんかあれですね、新海誠監督の作品が出ますね、打つなんか今ゴブリンでこういうスタンプなかったっけ、みたいな、いいんじゃない、なんか両防衛個人的には満足、うわーこれね、残り1分までいい感じにイチャイチャ防衛しといて、残り1分まではイチャイチャしとこうかな、うん、で残り1分切ったらもうぶち込む、うん、イチャイチャからのぶち込む、何の話やねん、よろしく、うん、まあ、スパーキー抑止力で出すんですか、でそうすると抑止力で出すと逆サイに、ね、ホグ飛ばした、なんだよこの人めっちゃ削ってくる、まさかこの人スパーキーの戦い方を知ってる人、さてはワンチャンで、そういう人たまにいんだよ、たまに、なんでスパーキー、いや分かった、スパーキー流行ってっからだよ、マジでこれマジでスケルトン来なかった、スケルトン、いや、これがねやっぱねあれなんだよ、あ待て、打つこれ最近運良すぎて、マジでそう、運いい理由分かってんすよ、僕マジ分かってんすよ、社会貢献してるんですよ僕自分から社会貢献してるんですよっていうやついないけどね、その皆さん社会貢献は今かこの動画を見た人はすぐできるんでやってほしいんですけど、例えばですよ、例えばお店の中にゴミが落ちてましたと、それ拾うんです、そうすると社会貢献になると僕は思ってるんですよね。で分かりやすい例で言うと寄付、うん、寄付はもちろんまあそのおピロに言うあれもないですけど大事ですよ、
でまあ実際問題ヤピマルさんとヤマルさんで、いやこれマジでその社会貢献がやっぱ大事だよねってところで、あの3人であの寄付してますあのはいそうなんですよ。そう僕もさっきあのネットでユニセフに寄付してたんですけど、マジでハマってるって言ったらちょっとなんかこうなんか遊び感覚になっちゃってるんじゃないのみたいなしてご指摘もいただきそうですけど、あ勝ちました、ありがとうございます。そのね大事なんですよ社会貢献、ぜひとも皆さんしてくださいね。うん、とかとかとか、あとは僕が思うのは、お店出た時に大きな声であえて美味しかったーっていうのを僕は社会貢献だと思ってるんですよ。ちょっと違うかもしんないけど、その食べるじゃないですか。で食べて美味しいんですよ、当たり前ですけど。で美味しい時に店出て、店出た瞬間美味しかったーとか言ってわざと聞こえるように言うと店員さんも嬉しいね。でそこのお店の周りを歩いてる人からしても嬉しい。なんかここ次気になるわけよ。あ、次ここ入ってみようかなとか。あとは、あ、なんか入りづらかったけど、あ、次行ってみようみたいになったりするじゃないですか。で、それ僕もハッピー。美味しくて、さらに、美味しかったって振りまくことで、幸せを振りまくことで、なんか自分もハッピーみたいな。もう全員ハッピーなわけ。その場が。とかはね、結構好きなんで、やってます。はい。今日スシロー行ってきたんですけど、あの、美味しかったって、言ったよな。言いました。僕は言ったんですけど、そう、まあまあ、まあ、あえて意識的にやったりしてるんですけどね。とか、社会貢献。やってるとスパーキーの時期が入るよって話でございました。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらをポチ、そしておすすめ動画ありますんで、まだ見てない方はぜひ見てみてください。